えー、おはようございます速の、まあ、今日はですねちょっとした気づきなんでこういうこと考えられるなーってものがねありましたんでそれはですね会計の時にパッとできるんですよねでもキャッシュレス決済で,これでピピピッとやっただけだと本当にね数秒で済むんですよでレシート受け取って「はいさよなら」みたいな感じで3人ぐらいで、まあ、ランチに来てて会計の時に 別々でお願いしますみたいな感じで、一人ずつレジの方がね、えー、いくらだったかなっていうのを計算しながら、ひと,となってしまって、どちらかというと、その、レジで対応している人が気まずいっね。で、1年単位で払う人っていうのは、あの、あんまりこう、<laughs> 悪い気キャッシュレス決済っていうのは今ね、キャッシュバックが結構なところであって、まあ5、5、5%から最大で10%ぐらいの、 おキャッシュバックを得ることができるんですよねその他になんですよその他にどういうメリットがあるかというと生産性向上なんですよねキャッシュレス決済で会計をすぐに済ませるとレジの方の従業員さんの負担がすごく減るんですよね、まあ、そうなると何が起きるかというと生産性がった店舗っていうのは新しいサービスとか新しい商品を提供しやすくなるんですよ結局はお客様のためになるってことなんですよでもこういうふうに会計で 本当にね、1円単位時間をかけてしまうとお店の生産性が落ちるんですよねでレジの方っていうのも気まずい思いをしたり早く払ってくんないかなみたいな感じでイライラが募ってしまうとうその人のね、位置ですよねで、まあ、そういうことも込みで多分キャッシュレス決済っていうのは今ね人手不足の飲食店にものすごくいい仕組みなのかなと思いますよねあとは顧客の方でそれを認識して利用するかどうかってことになると思いますで今の時代ね 相変わらず電話しか連絡方法を持たない方がいて私もいきなり電話かかってくるとこの放送が中断したりとかねものすごく困ることが多いんですよね、まあ、言ってみれば電話っていうのは相手の都合を考えずに 発信者が自分の一方的な事情でかけてくるものですからかなり生産性の足を引っ張るのかなと思いますよね、まあ、たまには電話をしたい時もあると思いますけども事前にメールで今電話いいですかって聞く配慮が、まあ、あった方がいいのかなと思ってしまいますけど皆さんいかがでしょうかあそしてですねここからは例のやつについてのお話になってきます、えー、昨日13日になりましたけども12日の時点で まあ入金のね、9月の返礼入金のない方はご連絡いただきたいなということで集計しましたけども、合計で11名の方がまだないんですって形でいただきました。で、11名の方のほとんどが、大半がですね、過半数の方が、まあでも落ち着いて待ってみますよと。で、久保さんがなんかね、私が連絡することによって役に立つんだったらと思いまして、位置を報告しておきますみたいな感じで、ものすごく落ち着いた対応の方が多かったかなと思いますけども、中にはですね、いまだに振り込まれてないと。 電話も繋がらないと。どういうことですかっていうふうにね、私に詰め寄る場面もあるんですけども、えー、私に怒られてもね、しょうがないんですよね。<laughs> で、私はあの動画の方で連絡先など開示してますんで、まあ、そちらの方からお手続きいただければいいんですけども、うん、まあなんかね、その、ご覧になってないみたいで、うん、なんかね、一つの契約をとするときに、その契約元の連絡先がわからないっていうのは、 ちょっとまあ,あの私から見ると隙が多いなと思うんですよ、もう360度、どこからでも連絡がつけられるのに何だったらあの会社に乗り込めるぐらいのね出所身体が明らかになっているからこそ信用して契約すると思うんですよ。 その上でもリスクヘッジが必要かと思いますんで、リスクヘッジをどうするかというと、やっぱりね、会員さんの横のつながり、人脈を作っていくことだと思うんですよ。まあそういった意味で、私のところにね、お問い合わせいただいて、私のことを人脈だと思って、久保さんに聞は何とかしてくれるかもしれないっていう風なね、まあ依頼心で来ていただくのは私も全然構いませんけども、私に、ね、クレームを持ってかれても、どうしましょうかって話なんですよね。もちろん私が連絡不足で、それについて追及されたんだったら、まあ仕方がないんですけども、えー、会社の体制が悪いことについて、 で私に叱られてもね私の会社ではないんで私は広島観光っていう会社はやってますけどもそこに対してのクレームだったら受けるんですけどももう私とは違う、えー、法人違う,う代表者の会社ですから私もそこのね一会員でございますんでその辺はちょっとご容赦いただきたいかなと思いますこれは別に責任回避してるわけじゃなくてどこに持っていったら解決できるかってことなんですよ私のところにクレームを出しても全く解決しませんので解決してくれそうなやっぱりね大元に 連絡をした方がよろしいかなというところでございます。それでは本日は以上です。ありがとうございました。